こんにちは。なんかどこやった部下。なんかあったんだよな。治安がやばいっす。怖すぎ。混ざってる、嘘。どうでしょう。見て、これファンの人にもらった。ピンなので今日はみきゃんです。こんにちは。今日はオンライン話し会の受付が始まったんですけど、皆さんもう申し込んだでしょうか。どうですか皆さん。一時受付中なんですけど、申し込みましたか？申し込みました。ありがとうございます。申し込んだでしょうか？そう、今回は早期ソールドアウトを目指しておるので、早めのうちに売り切れという文字を皆さんにお知らせしたいでございます。なので早めに投げてくださると嬉しいでございます。ということで、服装をね、決めていこうかと思うんですけど、今日はみんなと会議をしながら決めていきたいと思います。まあ、お話し会なので、お話をしたいというあれだと服装は全く関係ないんですけど、やっぱり決めた方がなんかみんな着やすいかなと思うので、一応決めておきたいなと、決めてツイートとかでお知らせしておきたいなと思います。そう。提案していいん？そう、全く、マジでこれ、マジで決めてなくて、マジで決めてないので、みんなと今日決めていきたいなと思います。計画性がないので最後の方めっちゃ踏ん詰まってる。 そう、なのでみんなと一緒に1日ずつ決めていきたいと思います。今日は何時までかかるか分かんないけど、まあ24時までできるしいいかなみたいな。そうで、私は今4部制を目指していて、
で前回も3部で今回も3部で部数を増やすことができなくてすごく悔しかったので、今回は早期完売を目指して早いうちに勝負マリンは勢いがあるぞというところを見せつけ、次のシングルでは絶対に4部制になりたいなと思っております。そうなんですよ。 お話書いて全身見るの？見せてって言ってくれたら全然見せてます。マリンは言う人が少ないだけであって、全然見せてって言われたらマリンは見せてますね。そうなので、早期完売を目指して頑張りたいと思っておりまして、そう最後の方に、そう前回も締め切り最後の方で、最終締め切りぐらいの時に全日程をソールドアウトにすることができたんですけど、それだと次の握手会にはつながりにくいというか。そう、早い段階に出すことがやっぱり目標かなと思うので、今回は見せつけていきたいというのが目標です。3部制から抜け出したいなと思います。この格好でやってんのやばくない？美容院行きたいな。そう、まずは日程を絞っていきたいよね。だから、まず決めやすいやつから決めていこうよ、みんなで。まず、マリンの誕生日が12月29日なんですけど、こっちにしてもこっちにしても大体9日後っていう、12月20でもいいし1月9日でもいいんですけど、あれなんですよね、どっちも9日前後っていうあれで、どっちをその生誕デーにしようかっていうのもあるんですけど、みんな待って、けど生誕ティーがいつから販売になるのかも知らないし、そう、できればみんなと生誕ティーとかゲットできなかった人は去年の生誕ティーとか、そういう感じでみんなで流れていきたいなと思う。そうなので、生誕ティー、まあ別に生誕ティーを着ろっていうわけではないです、ないんだけど、そう持ってた方がみんな気分上がるかなみたいな感じ。そうだから誕生日やっぱり年明けの方がいいかな、誕生日をお祝いデーはここの日がいいかなって思ったりしてるけど、みんなはどう？みんな的にはどう？誕生日デーをここのあれにしていこうかと思うんだけど、まあもしこの日に生誕ティーとかが間に合わないのであれば、全然ただのお祝いデーでいいです。本当にマリンをお祝いしてほしいっていう日。そう、3部とも生誕ティーです。全然1部ごとに変えるというよりはどの部に来ても見れるようにしたいなと思ったりしているけど、どう思う？みんなはどう思う？だから6個の服装とか
記念日を作っていこうと思うんですよ。どう思う？ね、なので1月9日は誕生日デーで、誕生日デーでいいですかって思う。今はまあ10もあるし全然タイミングでいいんですけど、自分としては1月9日を誕生日デーにして。いやでもどうなの、土日ってどうなの、みんな的に。10の方がいいとかあんの？どうなんでしょう、10の方がいいとかあんのかな、悩んじゃうわね。みんなが取りやすいのは日曜日ですか？どうなんだろう。だからそう、日にちを絞って本当は全日程完売が目標なんですけど、日にちを まず攻めて絞っていって、どんどんかもあの実行していこうかなと思うんですよね。だからそのまず生誕デーっていうのは絶対に完売させたいっていう目標があります。取りやすいのは日曜日、じゃあ日曜日にする。あ、じゃあ分かった、みんなどう、生誕デーが10日で、生誕デーが10日で、これここは明けおめでで、なんか晴れ着みたいな着物みたいな、どう、みんな的にはどう。ポンポロロロロロンって感じの日と、ハッピーバースデーって感じの日。どう思う。でここが世界中誰だってって感じ、いいかな。誕生日教えて、12月29、いいです。どうじゃあ9が明けおめたんてれれれれんの日で1月10日が生誕デーでいいですか。じゃあそうします。そうしますね。じゃあそうします。はい。読めんのか じゃあ1月9日が晴れ着、そして10日が生誕ティーとか間に合えば、まあ、間に合わなかったとしてもお誕生日を祝ってほしいということで、マリン爆誕デーにしたいと思います。いいですか。どうかね。いやマジで、じゃあ本当にこれ聞いてくれ、聞いてほしい、本当に今年の生誕ってマジでやばいと思う。まだ分からんけど、今年の生誕ってマジでやばい予定なので、そうマジで狙う、なんか狙う、なんていうん、本当にもうマジで
去年の生誕ティーもよく今よくて、あの本当にすぐ完売しちゃったんで、今年の生誕ティーもっとやばいと思うので、あの頑張ってください、奪い合いを。生誕ティー届かなかったらマリンカラーのお洋服全然 OK です。そうだから10月10日はマリンの生誕ティー、またはマリンの好きなマリン色、エメラルドグリーン系の服とか緑とか青とかの服装とかをまとったり、なんか近くになんか何でもいい置いたりして、なんか本当にお祝いしてほしいっていう、マリンの気分を良くしてほしいっていう日です。ここおめでとうってみんなが言ってくれたらもうそれでいいって感じ。そう、よろしくお願いします、という感じかな。まずはどう、みんな的に賛成？ケーキ作ってくる、え嬉しい。なんかマリンがふーって画面に向かってやるからさ、みんな自分でふーって消してさ、なんか食べてって感じまあとりあえず全部の日程を決めてから、どの日を早期完売を目指していくかをちょっと決めていきたいと思うので、まずはじゃあ次12月20日はどうしますか。前夜、誕生日前夜祭ってこと？誕生日前夜祭かクリスマス。ああと12月20日は日曜日。あそうなん、じゃあ書いとくわ。12、13、14、15、16、17、18、19、20と日月火水木金土日、本当だ日曜日だった。あ田んぼの田になっちゃった、はい、12月20日どうしよう。なんかさ、みんなサンタ来そうだよね。みんなサンタさん来そうじゃない？どう思う、どう思う？なんかさ、みんなはどうなの？サンタだから見に行くのか、推しメンがサンタだから見に行くのか、サンタだろうがなんだろうが行くのか、どういうあれであのサンタって言ってますか？サンタ起きてる推しメンが見たいのか、サンタが見たいのか、何を目的としてサンタって言ってますか？なるほど。サンタやから見に行くやつとかおるん？いやそれな、わかんないけどいるかもしれない。サンタなんか、サンタオタクとかいるかもしれない。じゃあサンタさんにしよう。サンタ、マリ赤のサンタは絶対嫌だ。ブラックサンタとかでいい？トナカイ。なるほどね。なるほど。サンタさん？サンタさんにする。まあサンタさんとは限らずクリスマス系の何かにしようかな。え、しかもめっちゃ面白そう。なんかみんなサンタで来るの面白くない？オンライン話し会。クリスマスツリーのマリンちゃん、いいね。クリスマスにもなりたい気がする。じゃあクリスマスデーにしましょうか。先取り、え、クリスマスっていつなん？24とか25とか？
25？ なるほど。なるほどね。じゃあ、とりあえずクリスマスっていうあれにしときますね。クリスマスデイということで、まあ、何かクリスマスらしい、なんかチキンとかになるかもしれないし、わかんないけど、クリスマスになります。こんな感じ。そう、この3つはまあ大体ちょっとは、まあ、決まるかなみたいなとか見えてたんだけど、ここよ、この3つどうする？ここはもうこの他の3つはもうみんなと決めていきたい、なんか決めていきたい感ある。なので皆さん案をください。なんか、なんかさ、この3つの日な、調べてよ、みんな。ちょっとマリ調べれなかった、調べる時間なくて、ちょっとな、何の日とかある？これ、もしかしてこの他のまだ決まってない3つ、なんかさ、ここら辺なんかさ、コスプレじゃないけどさ、なんかさ、かっちりなんかさ、そういうなんか仮装しすぎてるからさ、なんかちょっとさ、私服感じゃないけど、なんかテーマ、ちょっと充電さすの忘れてた。なんかテーマ決めていきたいよね。あ、決めていきたい。地雷ちゃんで、地雷ちゃんこの間やったよね。でももうなくない？なんかある？他に。 12月12はスーツと見たい？どう？ 分かんない。なんかみんなの、面接会する？よくない？なんか、お話し会でさ、なんか面接しようや、お互いに。よくない？面接でよくない？なんかさ、全然なんか初めてなんだったら、なんかお互いを知る面接でもいいしさ、なんかお互いをもっと深く知る面接でもいいし、何でもいいし、なんか面接しようや。どっち審査員でもいいし。リモート面接、良すぎない？でもどうなの、なんかスーツとか別に見たくねえしとか言う人いそうなんだよな。悩む。スーツどう？分からんけど。面接会したい？みんなで。お互いを知る面接知る？どの日がいいかな？なんか入社試験とかどこら辺にすんの？普段。なんかスーツなんかしまわない時期どっち？ 12月と1月。 どうなんだろう。もっと前？あ、じゃあちょっと就活は無理なんですか？なるほど。じゃあ就活ではないんだ。みんなガチで答えてんだ、死ぬ。なるほどね。大学入試、でも確かに推薦とか冬だった気がするんだけど。受験番号、自分で、いいです、自分。
受験番号 A だと、まあ自分受験番号みたいでもみんな番号振られてるよ、名前の横にあのみんな受験番号ついてるよ、もうすでに言っても。あれじゃない、もしなんか不具合とかあった時にその番号で誰か分かるようになってんじゃないの多分。誰がどの人かちゃんとデータ管理されてるってことじゃない？え、どうしよう、難しい。面接したい？でもなんか普通に私服系、私服感あるさ日も欲しいよねって思ったりするよね。じゃあ面接12月にする？よくない？なんかさ、いつもさ緊張して質問とかできない人とかなんかさ強制的にする日になっちゃうからよくない？いいですか？いいかな。よし。あ、いいね。面接官希望とか受験者希望とか書いといたらいいんだよ、名前に。はい。どう？はい、ここまで決まりましたよ。どうですか？なんかやっぱりなんか1枚だけだとやっぱり自己紹介とかで終わっちゃうんで、この日は多めになんかゲットしておいた方がいいかもしれないよね。面接は結構枚数が必要な気がしますね。はい、次1月16と17を決めましょう。何の日ですか1月16と17は。あ、じゃあ私服っぽい感じで、私服っぽい感じで、なんか私服っぽい、どっちも私服っぽい感じでテーマ決める？いいですね。それでも良さそう。
そうしましょうか。私服ね、あー可愛い系とバカ系、なるほどね、可愛い系となんか なんていうのラフな、なんかストリートじゃないけどストリート系みたいな感じ。なるほどね、いいですね。じゃあマリンっぽい感じと可愛い感じってことね。ストリート系いいね。ストリート系っていうか普段の自分なんだけどさ、じゃあマリンっぽい私服、あ、まあ髪型とかでもいいね。あの髪どこまで伸びてるか知らんしな。じゃあかわいい系韓国風、あいいね、いいねいいね。いいじゃん。じゃあかわいい系と普段のマリンの私服って感じのね、あれでいいかな。でもさ、まあ、普段のマリンとか言っても伝わらんよな、悩んじゃう。かわいい系どっちにしよっかな。悩んじゃうわね。はい、今のところこんな感じに決まっておる。マリン母が選んだコーデ、え、ありじゃない、そんなんなんかブリブリの花柄とかくるよ。マリン母セレクトコーデとかセレクト給食かよ。ありだね。母コーデ、あ、いいね。女の子っぽい日入れます、決定。女の子っぽいやつ日土日どっちがいい？だから女の子っぽいイコール母が、母セレクトってことなんだけど、最後いいね。じゃあ17日をマリンハーセレクトコーデにします。あり？そうしますか。で16日を普段のマリンというかカジュアル系、カジュアルなのか知らんけど青文字系というか
あれで行こうかなって思うよみたいな。じゃあ16は、なんて、題名どうする？16日の。なんかさ、マリンの母なんか勝負マリンでエゴさしてるらしいからさ、なんかさ圧かけてくんね、ツイッターでみんな勝負マリンって単語入れてさ、マリンのお母様へみたいな感じで、1月17日はマリン母セレクトコーデに決定いたしましたので、マリンちゃんをとびきり可愛い服装にしてあげてくださいみたいな圧かけといて、みんな気合い入れちゃうから母。で多分この配信見てるかもしれないけど、もし見てなかったらなんか後からマリー何言ってんの、ファンの人に勝手なこと言わないでよ、母困るしょやねとか言ってって言うから、ウケる。いいじゃんね、母がこの母の好きな服いつも着てあげないんだからね、マリンを強制的に可愛い服着てもらえるんだからね、一緒ね。はい、ということで16日のタイトルをちょっとみんな決めましょう。16日のタイトル、マリンという日、なんかアミルもそんな感じのこと書いてた気がするんだけど、ノーマルマリンめっちゃ言いやすいやん。私服、ザマリンとかいいね、ザマリン、ザパールみたいな。あり。そうしようか。よし、決めました。じゃん、はい、全日程の服装が決まりました。じゃーん、どうでしょうか皆さん、納得いきますかこれ。こんな感じで進めていこうと思うんですけど、いいですかね。そう、全日程1部から3部で朝早くて、で皆さんやっぱ起きれないとは思うんですけど、やっぱり朝から来てくれたら隙が溢れちゃうなとは思うんですよね。もう起きてる朝一部から来てくれる人大好きって思うんですよね。
ほんと一緒に早く頑張ってくれるの可愛いから。そう、とかよく考えたら10時って別に早くなくねみたいなところある。10時みんな起きれると思います。はい、マリンちゃん徹夜しないでね。え、無理だよ、だって朝起きんの。え、だってさ、え、無理じゃない普通に考えてさ。マリン支度に2時間半とかかかるから無理。10時でしょ、で10時だって10時からでしょ。それでさ、なんか9時とかにもし集合だとするじゃん。したらさ9時には準備できないといけないのってことはさ、7時とか7時前には起きなきゃいけないってことはさ、無理じゃん、もう寝る時間なんてないのよ。まあ、でも最近聞いて、最近1時ぐらいからさ寝るのよちゃんと。最近寝るのよちゃんと、マジで本当にちゃんと寝てちゃんと起きるのよ目覚まして。だからね、寝れるかもしれない。そう、最近寝るのよちゃんと。はい、まあはい、ということで24枚目シングルオンラインお話し会全日程3部制の勝負マリンの、日程、はい、12月22日リモート面接会、マリンはスーツで登場します。はい、次12月20日はマリスマスということで、何になるかはまだ分かりませんが、なんかクリスマス風の服装をしたいと思っています。そして1月9日年明けは明けおめということで、晴れ着姿てんてれれれれれんな日にしたいと思っております。そして1月10日はマリンの誕生日が12月29日なんですけど、やっぱり日曜日の方が人が集まりやすいかなということで、そして生誕って今発売されているであろうということで、マリン爆誕でお誕生日をお祝いしていただく会にしたいと思っております。はい、そして1月16日は普段のマリンの私服のような、どちらかというと可愛い系ではなくて、なんかラフな彼女感のあるという、まあ彼女感は人それぞれなんですけど、なんかね、大きめの、大きめかは知りませんけど、なんか普段のマリンが着てるような、普段のマリンでお出迎えする16日。そして1月17日はマリン母セレクトコーデということで、母がセレクトする服はマリンの好みの真逆ということなので、強制的にマリンが好きでない服を着ることになりますが、皆さん的には多分マリンの母が好きなコーデの方が皆さん的にはお好みなのはもう分かりきったことなんです。なので強制的に可愛い服が多分着ると思います。はい、ということで全日程が決まったわけなので、まあ画像とかも自分で作るわけなんですけど、もしまとめてくれる方がね、可愛くまとめてくれる方がいたら、採用じゃない、ぜひ使っていきたいと思うので、可愛く作れる方募集中したいと思います。それでこの中で、まあ、本当は全日程全部の部をちょこちょこみんな来てほしいなって思うんですけど、やっぱり、まあ、都合的にも合わない人もいると思うので、この日は絶対にもう来てほしいっていう、完売をさせたい日を決めたいと思うんですけど、みんな的にはどうですか？まあ、まず確定なのは誕生日なんですけど、まあ、これは1部2部3部全部もう本当に次の受付とかでもうソールドアウトにしたいぐらいの勢いで本当に気合を入れたい日なんですけど、1月10日いいですか？わかりました
うーん、じゃあ、はい、じゃあ勝負マリン爆誕デーは このハートがついてる日は絶対にもう皆さん集中して集まってほしいなという日です。でもう一個ぐらい決めとく、それとも確実に狙って、いやでもそんなんじゃ遅いよな、そんなんじゃ終わってしまう、見せつけることができない、なのでもう一つぐらい決めていこうかなと思いますね。うん、クリスマスかな。12月20かな。面接の日？意外と面接の日ってみんな言うね。え、じゃあ、じゃあもちろんみんなやっぱりクリスマスは来てくれる。と信じて面接の日にしますか。面接もうクリスマスは何を言わずとも皆さん来てくれるよねみたいな感じの期待を胸に膨らませて12月12でいいですか。いいかな、そうしましょう。あ、どうしよう、悩むな。そうしようかな。悩むな。12月のどっちかにはしたい、絶対に。悩んじゃうな。超悩むんでござるが、悩んじゃう。まんべんなくしたいか、本当に絞りたいか。もうなんかもうね、え、でもね、やっぱり早く見せつけるのがあれだと思うんですよね。うん、やっぱクリスマスなんかな。じゃあマリスマス、やっぱマリスマスかな。マリスマスを、マリスマスと誕生日をもうね、マリスマスと爆誕をもう秒でもう受付終了にしたいっていう目標はどう？で、この2つの目標を叶えたら他で攻めていこうみたいな感じ。ということでマリスマスいいですかね。じゃあガチりましょう。作戦勝ちということで、まあ、作戦勝ちとか言っても作戦失敗したら恥ずかしいんですけど、まあ本当はね、そう、まあ、全部なのはもう本当、これはもう本当はもう本当は全部ですよ、全部だけど、そう全部ですけど、絞ってまずは絞って確実にあの目標をね、あの
叶えていこうみたいな感じです。まあ誕生日も近いしな。ということで、じゃん。じゃあこの日にしたいと思います。イエーイ。はい、皆さんスクショ、あ、スクショとか言って恥ずかしいんだけど、マリオは映さないでほしいんだけど、はい、スクショ、みんなスクショしといてね。まあ後から載せるけど、まあ可愛いか後で、まあ書き直すっていうか画像を作るかなって感じ。え、みんなスクショした？なのでこの配信が見れてない人も多分いるので、まあコメントしてない人とかもいるかもしれないけど、見れてない人にも教えてあげてください。ぜひマリマとでツイートするので、明日、今日は遅いかもしれないけど明日とかには出したいなと思うので。てかこのあれテロップなくした方がいいよね。はい、じゃん。あ、いいね。なんかやっぱマリンあれかも、ミキャン、ミキャン可愛いかもしれないかな。マリンも映っとこうっと。じゃん。じゃん。じゃん。ちょっと引いたし、はい。はい。どうぞ。え、ちょ、マリンがブスじゃない？ちょっとやめて、マリンつないでね。ミキャンで、ミキャンのスタンプここにつけといて。はい。いい感じかい？はい。縦でも欲しい？はい、よろしくお願いします。はい、いいですか。ということで決まりました。よろしくお願いします。今回のシングルはやっぱり本当に勝負時、マリンのここで頑張り踏ん張り時だと思います。一部から完売させましょう。頑張りましょう。そうですね、一部二部三部全部みんな遊びに来てください。お願いします。もうこんなんじゃないから、マリオンと配信、もう配信と360度違うんで、本当にちょっとどんなものかと楽しむつもりで来てくれると嬉しい。あ、360度戻っちゃった。180度、配信見てきたけど結構違うねって言われるんで、覚悟してぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に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 ライオンだって感じなんで、お願いします。本当に皆さん遊びに来てください。受付は金曜昼
12時まで、そうですね、まだ日にちはあるので、ぜひその今回の受付までに皆さんぜひ申し込みしてみてください。絶対に楽しませます。印象を変えます。印象を変える これではありません。あの間違いなくこれではありません。あのこんな目力ない顔ではないので、あの必死、こんな状態では出てきません、本当に。今日はリハーサルがあって、あのすっぴんというような形だったので、あの変装させていただきたいんですけど、はい、あっという間に完売を目指そう。いや本当にもう本当に早めの完売を目指したいです。よろしくお願いします。ぺっこり、よろしくお願いします。ぺこ、ということで、ということで、この会議は終了。今何時かですか ?23時40分、え、やば、こんな話したの、え、まり、え ?1 時間ぐらいやったんですか、もう早くね、え、まり1時間ぐらいやったの。じゃあ12時までやろうや。はい、話そう、なんか、はい、普段の配信しよう、なんか話そう。いいよ、なんかコメントして、普通の配信に変わりました。24時まで、和式お誕生日、え、おめでとうございます。レポートの締め切りがあと13分、それはあのもう配信とか見なくていいから、うん、やっちゃって。今日何食べた、わらび餅のなんか飲み物みたいなやつを飲んだのと、ささみみたいなのと、ささみみたいのと、あとはいろいろ食べ、いろいろなんかカロリー低めなものを選んで食べました。あとこれを、これ大好きで買ってしまいました。これいつも大好きで買ってしまうんですよね。マジ大好き、チットセアメっていうの、これマジ大好き。これピンクもあるから、赤か、これあれや、七五三の撮影とかしたらあの入ってるよ、あのお菓子カバーみたいなやつ、ね、ほんとこれしか勝たんから。ムカついて延長したので、しっかり勝負さんの生誕のモバメも、え、生誕のモバメさ、新しくなってる、なんかなってない気がするんだけど、変えたのに。2万人達成、あ、ツイッターのフォロワーさんが2万人超えたらしいんですけど、なんか途中でなんか1万9000人に戻っててちょっと悲しかったんですけど、まあこのまままた次は3万人目指して頑張るので、よろしくお願いします。富士屋に行けばあるの、え、これセブンイレブンにあったよ、セブンイレブンにあった、普通に。マリンは北海道にいるときはわざわざ富士屋まで行ってたんですけど、普通にあるみたい。
頑張りましょう。10月から変わった、え、何が、あ、何、え、変わってた、10月から変わってたん、あ、本当に生誕のメールならよかったけど、それはよかった。9月も変わってたよ、あ、本当に変わってた、なんか変わってないようなメール、あ、なんかメールの返信とかたまに来たから、あ、変わってないかなとか思ってた。はい、やば、12時になっちゃうじゃん。55分になったらランキングやもん。私の時はまだだったけど、そうだよね、その、そうだよね、誕生日当日その日に変えたんだよね。で、変えて変わるかなと思ったら変わんなかった、ブキッ、残念症だったんだよね。そう、テンポ悪い、あら、あらら、そうですね、生誕のメールは、誕生日おめでとうメールは9月ぐらいに変わると思う。9月ぐらいを機に変わると思います。しょうぼさんずっとフォローしてたけど最近通知取り出したって話してる、え、ほんと？ってことはあまりなんかやらかしたら終わりますよね、それ、通知取ってるってことは。マリンちゃんは中に誕生日同じ方いいね、それは来年も楽しみにしてる、楽しみに、てかとりあえず生誕っていいだけは楽しみにしててほしい。今日も一日終わりますね。え、生誕ティーまだ色別に決めてないんですけど、マリン的な中で今年の生誕ティーは黒なんですけど、どう思いますか？マリン的にあの生誕ティー黒なんですけど、今年なんか男の人着やすいかなみたいな、なんか勝負マリンちゃんのファンなんですかみたいな、っていうかなんかアイドルのファンなんですかみたいなのがわからない、わかるか、わかんないかもしれないけど、なんかわかるかもしれない、なんかわかんないけど、なんか普段マジで私服で着ても別にまあまあバレるか、まあまあバレると思うんですけどバレると思うんですけど、まあ確か、まあまあでも別になんか誕生日要素は入れてないです、なんか誕生日要素とかは入れてないので、なんか別に私服で着たい人がいたら着てもいいんじゃないかなみたいな、まあ背中はまあリュックとか背負ってもろて、うん、まあでも、まあエメグリ、マリン、去年のマリン色の生誕ティーで、ちょっと派手になんかみんなに見つかるというより、まあ探しやすいんですけど、今年はなんか、
黒地で、あのプリントを丸色にしようかなみたいなイメージなんですけど、どうですか？プリント丸色にしようかなって思ってるんですよね。いいですか？なんかイメージ的には、あのワカポンさんの生誕ティーが、なんかワカポンさんだったか忘れたけど、白地にマリン色でなんかクマさんみたいなのが書かれてて、それのプリントの色が可愛いなと思ったんで、それにしようかなみたいな感じではある思っています。ナミミフレンズ、あ、ナミミもそうだったっけ、クマなんか三連みたいなやつだったっけ、なんかそういう感じ。まあ、今回はなんか黒でなんかマリン色プリント予定です。はい、まあいろいろ、まあそうですね、よろしくお願いしたい。茶色、いや、まあ、茶色が嫌いなんですよね。茶色とかブラウンがあまり好きではなく、黄色とかオレンジもあんまり好きじゃなくて、あ、オレンジだ、あーとかそういうことじゃなくて、まあ、これはみきゃんだからいいんですけど、なんか普段、まあ普段的になんか黄色とかそういう系は好きじゃなくてですね。なのでね、ちょっと茶色はあるかもしれない。難しいですよね。55分になったら読みますかね、ランキングてか1位の人いないんですけど誰1位いないんだけど、みちゃんです。こんにちは。皆さん見てくださってありがとうございました。勝負みちゃんです。お腹鳴っちゃった。ということで、おさらいをするとこんな感じの日程になっております。オンライン話し会16日まで受付なのでぜひ来てください。迷ったら12月20日のクリスマスデイと1月10日のマリン生誕デーに爆誕デーに来てくださいというお知らせでした。ありがとうございます。マリンちゃんミキアン好きやの岩の地方ファンの方がこれをかぶってほしい、なんかかぶってみてみたいな、可愛いなと思ってかぶってみた。配信でかぶってみようと思ってそう、なんかなんかみきゃん可愛いなと思ってかぶってみました。迷わず全日程購入ですね。ありがとうございます。もうその言葉が本当に嬉しいです。あ、55分だ。ランキング読みます。13位ひろかつさん、
12位生駒みるさん、11位トムさん、10位クレパスゆうちゃん、9位ゆうすけさん、8位はじさん、7位たーちゃん、6位ふみさん、5位ゆうくん、4位ちん46さん、3位すえひろさん、2位サインタン、お、サインタン、インスタライブからありがとうございます。1位まるさんでした。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、すぐ終わってしまいました。なので切れるまでお話したいと思うので、皆さんコメントよろしくお願いします。ありがとうございました。麻雀の方も1位を今独走させていただいて、今度一斉対局配信をしたいと思うので、そちらもまだかよって思っている方もいるんですけど、それもお待ちいただいて、しっかりと都合をつけてやりたいと思うので、まあ明日でもいいし、そう、リハーサルがね、穏やかな日にやっていきたいと思います。緊張して喋れないときはマリンから話しかけるので大丈夫です。そう、絶対にやる日は見つけてやりますので、本当によろしくお願いします。言ったな、怖、圧かけられてないけど、もう来週なん楽しみ、コンサート、コンサートもう来週なの、やばい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 。まあいろいろ、まあ楽しみにしててください。いろんな感情になるとは思いますが、本当になんかマリンが水、マリンがマリン色で出てくると思ったら大間違いですから、本当に探すの大変かもしれない、みんなマリンが水色で出てくるかと思ったら大間違いかもしれないし、どうなるか分かりませんので、皆さん探すの頑張ってください。はい、頑張ってください、本当に。なんか一つはなんだろうね、鳥肌、一つは鳥肌を、皆さんのお肌に鳥肌を提供できるかと思いますが、まあはい、マリンを探してください、ぜひよろしくお願いします。まだ切れないけど、うるおも与えてくれますか、うるおい、うるおい、うるおい与えてくれますね。はい、ぜひうるおいも提供いたします、鳥肌も提供いたします。ということで、もう59分で切れてしまうんですけど、ぜひオンラインお話し会の告知、皆様もお願いいたします。マリンも頑張ります。ぜひ来てください、本当に待ってるんで、いや本当なんか挙動内で来てください、よろしく、バイバイ。切れるまで、髪長、切れるまで皆さんお元気で、あ、終わっちゃう。